それでは日本陸連アスレチックスアワード2021各賞の発表に先立ちまして、まず東京2020オリンピック競技大会入賞者への報奨金授与を執り行います。それでは表彰です。選手を代表して池田光希選手に授与します。続いては佐藤食品日本グランプリシリーズ2021チャンピオンの表彰です。佐藤食品日本グランプリシリーズ2021チャンピオン、男子 110m ハードル、水野金井太陽選手。同じく女子 100m ハードル、ジャパンクリエイト寺田明日香選手。今回このような光栄な賞をいただき、とても嬉しく思います。僕は小学校3年生から陸上競技を始めて、今年2021年まで計18年間の陸上競技人生を無事終えることができました。本当に自分自身の力だけなく、本当に周りのサポートのもとでこのような賞もいただきましたし、本当に幸せな競技人生でした。囲ってくださった全ての方々に感謝いたします。ありがとうございました。陸上競技に復帰してからたくさんの方々に支えていただき、特に今年の4月の小田記念陸上では日本記録を出した際に娘と一緒にタイマーの前で写真を撮らせていただき、また表彰式も一緒に出席をさせていただきました。なかなか子どもと一緒に表彰をしていただくことはない機会でしたので、大変嬉しく思っております。これもひとえに本当にたくさんの方々にご尽力をいただき、難しいコロナ対策で難しい中、大会を開催していただいたおかげかなというふうに思っております。来年以降も引き続き競技を頑張ってまいりますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。日本陸連アスレチックスアワード2021新人賞、東京運動記者クラブ選出、男子順天堂大学泉谷俊介選手。同じく日本運動記者クラブ選出、女子ワコール一山真央選手。日本陸上競技連盟選出、男子洛南高等学校佐藤啓太選手。同じく日本陸上競技連盟選出、女子青森県立弘前実業高等学校村上来花選手。このような素晴らしい舞台でこのような賞をいただけたことを大変に光栄に思います。ありがとうございます。この結果は自分に関わってくださった全ての皆様のおかげだと思っています。今後もこの結果に満足せず、努力して頑張っていきます。ありがとうございました。今後活躍が期待される選手ということで選んでいただいて本当に感謝しております。これからももっと強くなれるように頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。今年度は1500m、3000m、5000m で高校新記録を更新すると目標を達成できました。来年以降はさらに目標をレベルアップし、世界陸上やオリンピックで活躍できる選手になれるよう頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。今年度は日本高校記録の更新、日本選手権の表彰台、インターハイ優勝など全ての目標を達成することができました。残念ながら出場は叶いませんでしたが、世界ジュニア日本代表に選ばれ新たな経験を積むことができた年にもなりました。これはコロナ禍でも大会を開催していただいた全ての関係者の方々のおかげです。本当にありがとうございました。日本陸連アスレチックスアワード2021特別賞受賞者は株式会社朝日新聞社様、そして 400m、1500m、車椅子 T52 森沢佐藤智樹選手です。今日は名誉ある賞を本当にありがとうございます。福岡国際マラソンはつい先日、先週の日曜日ですね、ラストランとして第75回大会を終えました。これまで長い歴史を彩ってきた選手の方々、
それから支えてくださった多くの方々、その方たちが支えた大会でありまして、代表して私はその方たちのためにここに立っているというふうに思っております。東京2020オリンピックパラリンピック競技大会も皆様のサポートのおかげで、選手一選手として本当にその舞台に立ってメダルを獲得することができたっていうのは非常に嬉しいことですし、また次のパリ大会、ロスの大会と励みになるものになりました。東京大会では世界記録更新と金メダル獲得を2種目で掲げていましたが、達成できなかったので、次のパリ大会では必ず世界記録の更新をして金メダルを獲得します。引き続きパラスポーツもよろしくお願いいたします。日本陸連アスレチックスアワード2021優秀選手賞、愛知製鋼山西俊一選手、トヨタ自動織機トラッククラブ田中希実選手、順天堂大学三浦龍司選手、富士通鈴木健吾選手。本日はこのような賞をいただきましてありがとうございました。また東京オリンピックに至るまで本当に多大なご支援サポートをいただきました皆様にもこの場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。東京オリンピックではおかげさまで銅メダルを獲得することができました。金メダルを出した以上悔しい結果ではあるんですけれども、また次の来年の世界選手権、再来年の世界選手権、またパリオリンピック勝ち続けられるようにまた精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。昨年度からのコロナ禍の中でも一つ一つできることをしていくことが選手にとっては重要だったんですけれども、やはりその気持ちに寄り添って一つ一つできることをと、陸連の関係者の皆様もと大会を開催していただいたりしてくださったりと、また身近にいる方々も常に支えてくださったりしたおかげでと今の自分があるというふうに思っております。たくさんの方にももっと勇気を与えていけるような走りをっていうことを意識しながら、また楽しむ気持ちも忘れずに頑張っていきたいというふうに思いました。この賞をいただくことができたのも、日頃支えくださっている方々のおかげだと思っています。自分が取り組んでいる 3000m 障害という競技はまだまだマイナースポーツと言われていて、レベル向上であったり、一般の方々、陸上のファンの方々にもっともっと関心を持ってもらえるように自分の走りで 3000m 障害という競技に貢献できればいいかなというふうに思っています。またその中で来年の世界陸上であったり国際大会を踏んでいって自分の目標であるパリオリンピック金メダルというところにまで目指していきたいと思います。本日はこのような賞をいただき大変光栄に思いますが、東京オリンピックで活躍した選手の中で私がやっぱ選ばれるというのは少し本当に恐縮です。これからはしっかり世界選手権オリンピックで日の丸をつけてしっかり世界と戦えるように頑張っていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。お待たせいたしました。いよいよ2021年の陸上界において、その活躍が最も顕著であった競技者に贈られるアスリートオブザイヤーの発表となります。アスリートオブザイヤーは旭化成池田光希選手です。オリンピックではトップとはわずか9秒差、金メダルの北野選手に最後まで追随する素晴らしいレースでした。そんなたくましい姿で今ステージに向かっています。それでは表彰です。尾形会長より池田選手にトロフィーが授与されます。本日はこの名誉ある賞をいただき、
大変光栄に思います。この賞を受賞できたのも周りの方々の支えがあってからこそのものだと思っております。日本陸上競技連盟をはじめ協賛企業の皆様、スポンサーの皆様、また大会運営に携わってくださっている皆様のご尽力があってからこそ、私たち選手は競技が行えております。また私個人にとっては、日々ご指導をいただいている坂井瑞穂コーチや、大学卒業後も活動拠点として認めていただいている東洋大学陸上部、また東洋大学関係者の皆様、そして、競技に支障が出ないように、日々多々、配慮していただいている所属の旭化成の皆様には心より感謝申し上げます。この賞について少しお話をさせていただきますと、2年前に競歩の鈴木雄介選手がこの賞を受賞されたとき、私は会場で拝見させていただいていて、私もこの陸上人生の中でいつかこの賞を受賞したいという一つ大きな目標になりました。きっとこの賞を受賞できたときは満足のいく結果が出したときなんだろうなと勝手に未来を想像していました。実際本日この賞をいただきましたが、決してこの1年の結果を振り返って 100% 満足できたかと言われますと、そこまでは至らなかったなと思っております。それはまだまだ競技力の面もそうですし、一人間としてももっともっと成長できると思ったからです。なので今回この賞をいただいたことを一つ糧にして、またこの賞の名に恥じぬように今後も精進していきたいと思っております。そしてまたこの賞を受賞できるように、欲を言えば来年もまたこの賞を受賞できるように日々励んでいきたいと思います。また競技を通じて日本陸上界をますますの発展に少しでも貢献できればなと思っております。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上でアスリートオブザイヤーの表彰を終了いたします。